します。はい、なので好きなものを買ってきてください。はい、買ってきます。それだけしかママは言わないです。1000円を渡すだけです。じゃあ1000円じゃなくてもいいってことね。さあ、はい、いってらっしゃい。それでは行ってきます。はい、いってらっしゃい。いい感じ。すごい。中身をチェックしたいと思います。はい、まずお釣りはありますか？お釣りあります。あるんだ。うん、501円。すごー、嘘、499円。はい、ちょっと見せてください。はい、なんと499円です。はい、すごい。どうさんでさゆちゃんに1000円渡したら何を買うか、はい、の企画を終わりたいと思います。はい、買ってきたものがこちらになります。まず一つ目が、はい、このさゆの好きなチョコモナカジャンボになります。これはめちゃくちゃ美味しいのでほとんどいつも食べてます。次はさゆの好きなもちチョコブレッドになります。これすっごいもちもちしてるんだよね。スイトンが好きだからもちもちしてるのが、お麩も好きなんで、お麩も好きだし、あとなんだっけ、おでんとかに入れる、あー、ちくわじゃない、ちくわぶ、ちくわぶ、そう、ちくわぶも好きで、ほんともちもちした感じのものが大好きです。はい、そして次がチョコケーキそうだね、チョコケーキだね。2個入ってきました。はい、これはね、ほんと美味しいよね。ハマってるよね。ね、チョコの中にスポンジケーキが入ってるっていう。はい、そして次がこのコロロになります。これはすっごくジューシーになっていて大好きです。ジューシーしていて。ジューシーしていて、ジューシーになっていてね。そうだね。なんか結構ね、開けて食べてみるとシワシワのなんか豆みたいなんだよね、うん、見た目はね。そう、でもなんか美味しいよね。美味しい、クリップとしてね。はい、今回さゆちゃんに1000円渡したら全部使い切ってくるかと思いきや、ちゃんとね、お釣りまで持ってきてくれて、そしてでも好きなものも選んでくることができました。はい、はい、なのでママはちょっと安心しましたはい、これで今回ローソンで購入したものの紹介を売りたいと思います。それじゃあ行くよ。それではバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、こちらの動画も見てね。また見てね。バイバーイ。